劇小籔座町東京公演2016や。
スペシャル第1弾といたしまして3000本安打の張本勲さん、そして大魔神佐々木主浩さんのダブル解説でお送りしております。0対0、さあ早いテンポの投球続いてますね。そうですね、両投手ともね、はい、ストレートと、ね、変化球いいですよね。4回です。カープの攻撃、バッター丸に足があって投げました。ストライク、バントの構えを見せてきました。1球目決まりました。ストライク、まあ、なんとかしようということで丸も一つバントの構えなんかも見せていきましたけど、まあ、非常にこうやっぱり絞らなきゃいけないですよね、はい、まあ、あのカープも非常に投げてますから、まっすぐなカーブなんですかね。投球台2球を前から繋ぎました。空振り、今度は高めのボールですが146キロ。今のストレートなんか鈴木さん、ちょっとこのでどうなんですか。ちょっとするんですけど、でも力ありますよね。第3球を投げました。打ちました。泳ぎながら打った。ショートからショート右へ動いてボールを作った。一塁送球、懸命に走る。一塁は先端さん、一塁セーフ。ショートの右へのボールを坂本取って一塁へ送球しました。あ、ショートの坂本にエラーがつきました。一旦坂本がグラブにボールを収めかけたところで、その丸の打球が坂本のグラブからまあ、こぼれるまでいかなかったんですけど、ちょっとジャッグルしました。手元のグラブの中でボールが遊んだ関係で一瞬、今のは張本さん、ちょっと投げるまで時間かかりました。しかしエラーにはかわいそうだね、うん、これは記録員には申し訳ないけどね、はい、それ取ってても左バッターですから、まだ足速いからね、はい、セーフになってましたよ、バッターはね、エラーとヒットじゃね、ヘッド地の差があったらね、はい、バッターボックス4番の新井です。先頭バッターの丸が、まあ、従いまして、丸はエラーでの出塁ということになりましたが、ノーアウトランナー1塁、バッターボックスは4番の新井です。投球1球目、本家セリーグ打点王の新井、第1球投げました。高め、インコーナー、胸元のボールですが1球目外れてワンボールナッシングです。さあ4回の表のカープの攻撃、右のバッターボックスに4番の新井が入りました。この回は張本さん、ノーアウトからのランナーが出て4番の新井です。俳句はないと思いますね、はい、エンドランもないしね、バントもないし、はい、やっぱりゆっくり打たした方がいいと思いますよ。はい、ワンボールナッシング、投球2球、
ポーンとホームラン打ったんですが、その後非常に悪い、はい、でバッティングコーチに聞いたので、ゲームになったらまた引っ張り出した、去年まではね、前方は右の方に打ったんですが、はい、また引っ張り出したと言ってましたからね、なるほど、何点を心配を照らすなら、ゲームのセットの得点でしょうね。はい、引っ張り出してしまいますと、またね、そう、日本とピッチャーコントロールいいしね、逆転作るのうまいからね。ちょっとその狙っていた甘いカーブに打ち損じてしまいましたね。というエルドレッド、バッターボックスには鈴木が入りました。投球1球目、鈴木に対しましてマウンド上ピッチャーマイコラス、投球1球目、第1球を鈴木に対して投げました。打ちました。鈴木打ち上げた初球打ち、高く上がった、これも内野フライだ。ショートが下がった、中田に入った、坂本手を挙げた、取りました。ショートフライでツーアウト、ランナー一塁三塁。エルドレッド鈴木と2者連続で初球を打ち上げての内野フライに倒れました。とにかく積極的に佐々木さんバットを出してきてるんですよね。いいんですけど、やっぱりまだボール時間ありますから、今インコースの難しいボールでしたよね、はい、もう少しちょっと余裕を持って、欲しかったですよね。鈴木としても、まあ、ストレート狙いなんでしょうけど ね、 ちょっとやっぱりインコース力上げますね、はい。まあ、それだけ立ち上がりからそのストレートも球が走って、それから大きなカーブとの、そうですね、緩急が効いてます。バッターボックスに阿部が入りました。ツーアウトランナーは一塁三塁です。しかしな、阿部には相性悪いしね、はい、満塁するとフォアボールもあるしね、いろんなことがあるから、まあ、それは勝負しない方がいいと思うね。先ほど引っ張って、